と何人かの選手は上上がった時に遠くで飛ばそうっていう気持ちが強くて、こうやって振ってます。振らなくてボールが飛びます。で最後インパクトの瞬間だけこう当てるだけで飛ぶので、なるべく振らないように。で、下一つのヘディングで、多分チームのピンチを救うってことが必ずあるし、チームにチャンスをね、やっぱりチャンスに結びつけるってなってくると、これのたった一個のパスで、やっぱりチームが楽になる、自分たちが楽になるってことが必ずつながるんですよ。この、たかがヘディングなんだけど、勝負を分けるポイントだと、本当にこだわっていくと、多分もっともっと良くなる。今言ったことは、折り返してもいいよ、折り返してもいいよ、折り返してもいいぞ。集中してこう。惜しかったとかシュート打ったんじゃなくて、最後ゴールを入れることが仕事なんで、最後までとにかく最後までっていうのはゴールを取るっていう、こぼれ球でも弾けるの練習の中で常に意識していくことが試合でのゴール。練習ができないことは試合できない。